とっても綺麗なフラノメロンです。はい、今日は32番ハウスの様子をお伝えします。はい、野球選手の玄君頑張ってます。はい今日は遊び釣る鳥という作業です。はい、ぴょんぴょんが飛び出してくる、そう、そのいらない鶴、これ遊び鶴っていうんですかね。そう、若竹色したその鶴、それね、いらない鶴なんで、どんどん取ってきます。そうすると、メロンの生育が、もう鶴伸ばさないで、メロンの子供を育てなきゃなって切り替えてくれて、このメロンが、どん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 大きくなってくれます。はい、そうそうそう、そういういらない鶴取るんですね。はーい。皆さん暑い中頑張ってます。よろしくー。